田さんが書いたものがもう、あ、そうさ、ね、あの本になるので、ちょっと間違えたら、間違えたそのミスが本になっちゃいますから、ちゃんとちょっと緊張して綺麗に書いてください。で、忘れちゃった人ももう一度確認してください。テーマは留学生活で思ったこと。で、思ったこと、例えば困ったこともいいし、ありがたさ、まあ親とか友人のありがたさもいいし、あとは楽しさ、寂しさ、どんな気持ちでしたか、について作文を書いてください。中国にはお父さんお母さん、家族は？お父さんお母さん、あとは猫？あー、そうなんだ。じゃあ猫に会えないのは寂しいのか。中国に帰れるとしたら、一番最初にしたいことは何ですか？猫と遊ぶ？猫と遊ぶ以外、何したい？友達と遊びたい？日本に来て、どこ行った時が一番楽しかったですか？京都？え、京都どこ行きました？名前なんか覚えてる？あ、清水寺。清水寺、あとは何かありますか？清水寺以外。あ、いいな、楽しそう。え、じゃあ代々木アニメーションではどんな勉強するの？アニメーションの監督になりたいのか。そうか。え、中国でもその何、絵の勉強自分でしてたんですか？それは大学の専門アニメーション。そうなんだ。そっかそっかそっか。なるほどね。そっか。じゃあそのアニメーション監督になるために学び卒業したら代々木アニメーションに行くのね。頑張ってください。あ、どういうこと書きましたか？日本人と話をします。いつ、どういう時に日本人と話をしますか？アルバイトはどんなバイトをしていますか？なんだろう、日本人ってあんまりその文法とか気にしないでバーって喋ると思うんですけど、最初難しくなかったですか？難しいですね。集明大学に行ってビジネスの勉強をして何をしたいですか、その後？考え中。そう、大学を卒業したらベトナムに帰りたいですか、それとも日本にいたいですか？ベトナム帰りたい。あ、そっかそっかそっか。じゃあ日本語勉強して日本でいろいろ経験して自分の国で頑張ってこう活躍したいのかな。